winning aloud national convention is coming soon. Strong players all over Japan are gathering in spring 2023. Come on, challengers!英語読み上げ算競技全国大会が帰ってくる。日本中の強者たちが2023年春東京に集結する。挑戦者求む。エブリワン、レッツエンジョージアワカー。さあ、今日も撮っていきたいと思いますね。この YouTube ソロバンチャンネルではですね、そうではなくてですね、ごめんなさい、今回は、8月24日、水曜日かな、こちらのポスターにも、貼ってある通り、オンライン練習会、英語の読み上げ座のオンライン練習会がありますと、という告知をさせてください。6時半からかな。日本語の読み上げ算、日本語の読み上げ算を読める先生って結構いると思うんですけど、なかなか英語の読み上げ算読んでくれる先生ってなかなか少ないと思うんですよね。そんな中、オンラインで、ズームを使って、やられるということなんで、また概要欄にですね、連絡先、問い合わせ先を貼っておきますので、ぜひ無料ということなんで、ぜひぜひ参加して、損はないと思います。ゴリ先生もですね、当日は、参加予定。ただ、授業がありますんでね、授業がありますので、ズームをつなぎながら、授業をやりながら、参加できるところから参加していくというような、スタンスでやっていきたいなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。それでは、やっていきたいと思いますね。今日はですね、いつも人から助けてもらっている人の特徴、というテーマでお話していきたいと思うんですけど、周りの人でですね、あの子、あの人は、何か新しいことをやると、結構周りの人が、宣伝してくれたり、代わりに、何か手伝ってくれたり、あの子は困ってると、やけにみんな勉強を例えば、進んで教えてくれてたりとか、いいな、羨ましいなという人いないでしょうかね。結構人の手を、人がすぐ、助けたくなるというかですね、すぐあの人は人が助けてくれるっていう、特徴を持った人って周りを探すといると思うんですね。で、そういう人はですね、どういう人かというのを、お話ししていきたいと思います。まあ逆に、そういう人になるためにですね、では、そういう人になるためにはどうすればいいかというのをお話しできればなというふうに思っております。偏方性の法則、偏方性の法則というのを、まあ、結構聞いたことがあると思うんですけども、では、偏方性の法則、前にゴリ先生が、全国大会で夏、7月か、まかり行った時に、ちょっとまあ、ララポート、時間があったんで、ララポートに寄って、お土産を買ってたんですね。で、まあ、そこに、出る選手、中学生が、先生ずるい、私にも買ってよ、なんて、声をかけられたんですけど、そのゴリ先生がお見合い買ってる相手っていうのは、もう辞めた中学生が、修学旅行に行って、ゴリ先生にお見合いくれたんですよ。ゴリ先生にお見合いくれたんで、それのお返しをしなきゃと思って、買ってたんですね。で、買ってよって言った、まあ同じ中学生なんで、もらってないじゃん、ゴリ先生、お土産なんて言って、ずるい、買ってよって言うから、いやいや、これお土産もらったから、そのお返しだよっていう話をしてたんですけど、これがまあ、偏方性の原理というかですね、偏方性の法則なんていうのは言われますよね。相手にされたこと、いただいたものに関して、同等のものを返さなきゃと思う、この心理。これをですね、やっぱり、その、助けてもらってる人、周りが、いつもあの人を何か新しいものを開発すると、周りがこう、代わりに宣伝してくれるなとか、そういう部分。なんか不思議とあの人が困ってる時は周りが助けるな、あの人が勉強わからない時って周りの人が教えて
教えてくれてるよなっていう人の、特徴のうちの一つで、この偏方性の、法則原理っていうのが働いてると思うんですね。やっぱり助けられてる人っていうのはやっぱり何かしらその与えてるわけですよ、勉強を教えてもらってる。例えばじゃあ国語を教えてもらってる時に、いやいや、得意、その子が逆に数学が得意なんで、数学の時は逆に教えてたりとかですね。さっきのお土産の話じゃないですけど、お土産を買ってる相手というのは必ず前に同じような何かしらのお土産をもらってるんで、それのお返しをしなきゃとかですね。そういう、例えばまあ、ゴール先生もこうやって、いろんな告知をしてるときに、じゃあ、せっかく声をかけたんで、声をかけてもらってるんで、あの人には何かしらちょっとまあ、お返しをしなきゃとかですね、そういう偏方性の原理法則っていうのが働いてると思います。あとですね、このこっからがちょっと大切なことなんですけど、全員が全員偏方性の原理が効かないっていうことを覚えておいてほしいんですよね。こう与えたのに返ってこないっていうパターンの時に、こうイラッとしないということなんです。当然偏方性の、原理とか法則が、通用する、人というのは多いとは思うんですけど、全くそのしてあげたのに何もしてくれないっていう人も多いということを理解しておいてほしいんですよね。で、この偏方性の原理とか法則の時に、大事な時にゴリ先生がよく生徒に言うんですけど、冗談がてらですね、大丈夫大丈夫、ゴリ先生は無償の愛だからっていうのを話すんですね。無償の愛というのはどういうことかというと、一生懸命例えば、大会に出る前にちょっと時間外でも練習をしたりとかですね、検定試験の前に少し残って練習してったらとかですね、あとは例えば数学算数わからないところを教えようかとか、そういう時に別に何か特別月謝が上がるわけでもなくて、お金が発生するわけではないんですよね。で、その時にゴリ先生が生徒たちに、恩を売ろうとはしてるんですけど、大丈夫大丈夫、ゴリ先生は無償の愛だから、要は見返りを求めない愛だと、何かしてあげても別に見返りを求めてないから大丈夫だよというような話をするんですけど、なぜそれをこうゴリ先生口癖のように言うかというとですね、自分がして、帰ってくることを期待してしまうとがっかりしてしまうので、そういうのをこう口癖のように言うようにはしてるんですけど、それを思いながらですね、やっぱり偏方性の原理、偏方性の法則っていうのをやっぱり相手に何かしてほしいなと思う時っていうのはですね、やっぱり相手に貯金だと思ってもらって、相手にしてたものが返ってくるんだよという、貯金だと思ってですね、なるべく常日頃からですね、いっぱいいっぱいこう愛の銀行にですね、愛情をこう預けていくと、そのうちそれが何パーセントか利息がついて返ってくるという形になると思いますので、ぜひぜひ、バカらしい話だなと思うかもわかりませんけど、一度やってみてください。本当に面白いことにちゃんと返してくれますからね。ただ、返してくれない人もいますので、必ず預けるときは見返りを求めない愛だというので、お願いしたいかなというふうに思っております。あ、すごくいいこと、すごくいいことを同じように今預けるって話したんですけど、これ、ゴリ先生よく自分で自信がある株を買って、もうなるべく見ちゃうと売ってしまうんで、ちょっと値上がりすると、あ、これいいな、これぐらい儲かってんだ、売ろうってなっちゃうので、よくやる手はですね、パスワードを10回ぐらい間違えると、ネットの口座って結構ロックがかかりますんで、口座が開けないようになるんで、それをよくやるんですね。で、あ、忘れた頃に開いてみようっていうと、値段が上がってたりとか、配当がいっぱい入ってたりとか、貸し株料が入ってたり、あ、じゃあそれでもう一回株を買おうなんていうふうに思って、やったりするんですけど、まさにこれですよね。もう預けたことすら忘れてる。先ほどの、こう、見返りのない、見返りを求めない愛をですね、もう、いろんなところに預けておいて、もう、それ預けてるよね、ここに、誰々に何か
やってあげたよね、誰々に何かやってあげたよねっていうのをもう絶対忘れてしまう、忘れてしまって預けておく。そうすると向こうは覚えてて、そのうち帰ってくると思っておりますので、ぜひぜひ試しにやってみてください。はい、今日もですね、最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。Zoom を利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。